エチカット州ハートフォード市にある、私立大学である。1823年に創立された。1874年当時の新キャンパス、完成予想図トリニティカレッジチャペルダウンズ、記念度経内少数精鋭生の教養教育に、重きを置く、ニューイングランドの伝統的なリベラルアーツカレッジ。 いわゆるリトルアイビーの一行で、ニュー、イングランドスモールカレッジアスレチックコンファレンス、加盟校。州で、イエール大学に次いで2番目に古い歴史を誇る。当初は米国製公会系の大学であったが、創設時から、教職員学生ともに、個人の宗教宗派を問わず受け入れている。総面積100エーカーのキャンパスに、約2000人の学生が学ぶ。コネチカット。 マサチューセッツ、ニューヨーク、ニュージャージーなど北東部各州の学生が大半を占めるが、全米45州、世界47カ国から学生を迎えている。留学生は総学生数の約10%を占める。学生と教員の比率は10対1で38の選考を持つ。人気の選考は、経済学、政治学、私学、英文学。 心理学などである。また工学科を持つ数少ないリベラルアーツカレッジの一つでもある。卒業後、優秀な学生は、ハーバード大学、イエール大学など北東部の名門大学院に進学する。また、ニューヨークやボストンの金融機関に就職する卒業生も多い。ベンチャー企業を起こす卒業生も少なくない。大学図書館の創造書数は、 約90万冊。ワトキンソン図書館では15世紀まで遡る、貴重書等、約20万点所蔵している。また、同地域のコネチカットカレッジ、ウェズリアン大学と共同で、CTW 図書館コンソーシアムを運営しており、3大学で合計約300万冊の蔵書を共有している。大半の学生が在学中、欧州、中南米、アジア、 欧州、アフリカの世界各地へ、短期留学する。ローマにキャンパスを持つ。立教大学と提携している。ABC パブリックファクトブック、ハットアバウトトリニティ、ハットザ・オールストリート・ジャーナル、アーカイブウェブサイト、ハットアバウトザ・ライブラリー系図で見る近現代、ホンダ・マスジローウェブ記念館。ありがとうございます。